どうもつぶつべです。今回は皆さん大好き乙女心の話、秋から冬にかけて乙女心を探していたけどなかなか出会えなかった方、春になって流通量が増え出会えた方も多いんではないでしょうか。そうなってくると乙女心の森を目指してもり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 育てたいですが、噂には聞くちょっとだけ夏が苦手な乙女心、今のうちにお手入れしておくと増やせたり、もしも万が一夏に痛めてしまった場合もしっかりと今以上に増えるので、ちょっとしたお手入れおすすめです。それでは早速お届けします。まずはこちら、こちらが乙女心。一言で乙女心といっても、その成長の度合いで夏場でもこの暖かい季節でもかなり表情が違います。それぞれの表情を見てみましょう。こちらが若干紅葉が残ったタイプ、わかりないわ。はい、こんな感じ。どうでしょう、しっかりとした養分のある土に入っていて、お水も光もたっぷりもらっている。春の初めに植え替えてどんどん大きな株に成長中のこちら、葉っぱも全体的にめちゃくちゃ若い。なので気温が上がってくるとちょっと茎が柔らかくなっていきます。さらに夏を迎えて遮光率が上がる頃にはかなりひよひよになってしまう場合もとても多いですが、遮光をしなければ葉が焼けることも多いため、1年目の夏はちょっと遮光して、そして多少伸びるぐらいは大丈夫です。とはいえ今のうちにできることがあるので、そちらをしておくことによってその伸びキュッとなるべくコンパクトにとどめることができます。ズバリ何かと言いますと、今伸びている茎をカットして土に刺してあげる、それだけで大丈夫です。早速やってみましょう。このように、はい、イラストをちょっと揺れるぐらい茎が柔らかい。さらに小さな小株もたくさん出ている。なのでこういった株を見かけたらもう切ってあげます。こんな感じ。小さな芽を見つけたら、そのちょっと上で切ってあげる。はい、できました。ちょっと伸びた柔らかくなった茎をどん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 カットして、こんな感じ。この後は1週間から10日ぐらい明るい日陰で管理して、その後なるべく遮光してない光に強めに当ててあげましょう。さらにその時にこちら、白い粉、微粉ハイポネックス、このような根の成長を促してくれるお薬をお水の中に入れて、ちょっとお水と一緒にあげるとがっちり元気に育ってくれます。初めの年の夏は結構柔らかくわんぱくに育っていく乙女心ですが、1年2年と経過するとその株もめちゃくちゃ元気になります。さらにその1年2年経った株、秋に植え替えたところで根の成長めちゃくちゃ早いので、春また1年に振り出しに戻るよということはありません。植え替えてから1年目ではなく、育ててから1年2年目と数えてあげても結構大丈夫です。ちなみに去年の秋に植え替えた親株見てみましょう。ちょっと肥料が消えているためがっちりとめちゃくちゃまだ紅葉残っていますが、夏になってもその姿ほとんど変えることなくめちゃくちゃ元気です。こんな感じ。冬よりは紅葉は冷めていますが、葉はやや薄く、さらにふくよかで肉厚、可愛らしさは全開に残っております。とはいえここからは若干グリングリンしていきます。グリングリンしていくとは言っても、先ほどの乙女心とは違い、葉が著しく長くなることはなく詰まったままです。夏でもほぼほぼ直射日光で平気なこの乙女心、 2,3 年経つとこんなに丈夫になるのでご安心ください。そしてこんなに大量にカットした乙女心、もちろん余すことなくめちゃくちゃ増やして乙女心の森を作りたいと思います。置き場所がある方限定、
置き場所がない方は必要な分だけ増やしてあげましょう。増やし方のポイントなのですが、少し小さめのポットを用意してなるべくたくさん挿してあげる。根が生えた後に土の乾燥が早いのがとてもおすすめなので、土も春や秋と違い水はけのいい土をたっぷり入れてあげましょう。花と野菜の培養土に半分ぐらいは水はけのいい土でいいと思います。この土の中に防虫と栄養が入っております。こちらは防虫も栄養も一緒になったもの。もしも別々にお持ちなら、別々のオルトランやベニカ流剤とマグアンプやマグアンプエコーを入れてあげれば大丈夫。夏の間はゆっくり効く肥料さえなくても大丈夫なことがとても多いので、入れなくても大丈夫です。入れると根の成長を促してくれるのでちょっとおすすめ。こちらの乙女心、どのように刺すかと言いますと、はい、下葉をちょっと取ってちょっと取って、はい、こんな感じ。これをインです。こちらも最後にこんな感じ。葉っぱの切り口や葉っぱを取った後が乾く 2,3 日後からお水をあげましょう。まずはちょろ水で大丈夫。しっかりしっかり乾燥して、乾燥から数日経った後にお水をあげる程度で大丈夫です。切り口に高温多湿が長く続くと釘から溶けてしまうことが若干多いので、乾燥後お水をあげる。そしてほっといても根が出るぐらいなので、かなり間隔を空けて大丈夫です。 4,5 日に1回ぐらいちょろっとお水をあげれば大丈夫。こちらの葉っぱなのですが、乙女心の話結構難しいです。ですがこのように葉っぱがグリーングリーンになっているときは割と出るので、刺しちゃいましょう。そして成功率めちゃくちゃ低いので、いっぱい刺しましょう。数本出ればラッキーぐらいで大丈夫です。葉っぱが黄色かったらまず出ないので、はい、お疲れ様。こちらはさよなら。グリーンの葉っぱだけ選んでいっぱい刺しましょう。はい、こんな感じ。ちょっと刺しすぎですかね。なんだかニモがいそうです。どうでしょう。そして先ほどのカットした親株なのですが、こちらどうでしょう。ちょっと前にカットしたものですね。もう小さな芽がめちゃくちゃ出ています。こちらややお水厳しめに育っているので、ゆっくりゆっくり固めに成長していきます。どん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 お水をあげると、遮光などをしている場合やはり同じようにひよひよになるので、梅雨は遮光している方ならお水控えめがおすすめ。シュワッとなってお水どうしても欲しいよという時に、そんなにたくさんあげない。そして葉っぱがふわっと膨れてまたシュワッとなったらお水をあげる。それの繰り返しであまり徒長せずに夏越ししてくれます。ということで、今回はみんな大好き乙女心、今ならめちゃくちゃ増えるし梅雨から夏にかけての暑さ対策にもなるので、ぜひおすすめ。はいはい、どうぞ。乙女心にまつわるなんだかいい小話が聞きたいな。はい、小話という小話ではないんですけど、割と事実に基づいたお話でも大丈夫ですか。お願いします。これは乙女心がまだグリーングリーンしていて先端がポチッと赤くならなかった時のお話になります。そしてそんな時、くしくも同じ時代同じ時ですよ。こちらエケベリアのエボニーもこんな深いエッジを持っていなかったという時のお話なんですけど、ちょっと長くなるけど大丈夫かな。聞かせていただけますか。長くなりますけど大丈夫でしょうか。はい、乙女心のお話はさっきまでで終わっていますので、もしここからのお話必要ない方は次の動画をお楽しみください。で、そんな時代に乙女心とエボニー、お互いグリングリンだと思って見てください。こちらですね、実は幼馴染だったんです。幼少の頃からわんぱくにグリングリンと葉を広げ、ツンツンしながらもちょっとあどけない感じで目いっぱい遊んでいました。乙女心も一緒、グリングリンしておてんば盛り
絶好調のわんぱく乙女心でした。ところがある日突然エボニーに変化が訪れます。1年2年過ぎたあたり、冬を迎える頃にエボニーの越中が染まり始めたんです。少しずつ少しずつ冬が深まるにつれ、エボニーの越中が深く、葉はシャープに、より凛々しくかっこよくなっていく、その姿、他のつぶつぶ多肉たちほっときません。春萌えもしかり、スプリングワンダーもしかり、うわエボニーかっこいい、キャー素敵なんて声まで。でも小さな頃から一緒にいた乙女心にとってエボニーはエボニーです。どんなに染まろうと。でもあまりにも周りが騒ぎ出すものだから、改めてそのエボニー見てみるとキュンキュンしちゃったんですそしてその頃わんぱくだった乙女心、なんと成長してすっかり大人らしい美しい姿になっていました。灰色は白く、ほんのりとふくよかに。その美しさ絶好調の乙女心がエボニーを見ることによって、ふわっとほっぺが赤らむように可愛らしく染まっていきます。そしてそんな美しい可愛らしい乙女心を見てエボニーどうなったと思います？枯れた違うんですね。すいません、もっと染まったんです。より見事な紅葉、エッジの紅葉を見せてくれ、スタイリッシュさはさらにスタイリッシュさを増し、誰もが羨むようなスター感あふれるエケベリアになっていきました。そして乙女心はそんなエボニーを見て、もっともっと可愛らしく見事な紅葉を見せてくれて、ここに多肉界のスターとアイドルが生まれたんですね。というお話。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。だいぶ話はそれましたが、そんな話があったとかなかったとか、